日本の屋根と言われている中央アルプスに連なる高い山々、白山の連峰に囲まれ、大家族制度の合掌造りと平家の愛しでその名を知られたここ岐阜県奥飛騨の白川村に、電源開発会社を企業者として、ダムの高さにおいては世界に一二を競い、もちろん我が国では初めての岩石と土質材料で作られる大堰堤が、今施工者狭間組によって建設されようとしております。庄川は烏帽子岳にその源を発して延々120キロ、多くの支流を集めて富山県西部の平野を縦断して遠く日本海に注いでいます。この豊かな水量と落差を利用して、すでに鳩ヶ谷、椿原、鳴出、小原、富山、小牧、中野の7つの発電所が建設され、約30万キロワットの電力が起こされていますが、今その上流美幌地区に総貯水量3億7000万トンの大人造湖を作り、最大出力21万5000キロワットの地下発電所を新設して、年間約6億キロワットアワーの電力を起こすとともに、さらに下流の季節発電所で約3億キロワットアワーの電力を増加する画期的な計画が立てられたのであります。庄川の河口より遡ること約100キロ、ここ白川郷はその昔大家族村として世に知られ、この地特有の合掌造りの家々は今も文化財として保存指定されております。この不便な山村で800年の伝統をひっそり守り続けてきた美幌地区に、総工費400億余り、延べ人員380万人に及ぶ電源開発の新しい歴史が開かれたのは昭和32年6月6日でした。しかし美幌地区一帯は岩盤が軟弱で、桑売にダム地点右岸には大きな断層があり、従来日本で作られていたコンクリートダムでは不適当でありますので、ダムの安定と経済を主眼として、我が国では初めての本格的なロックフィルダムが採用されることになりました。ここに計画されたロックフィルダムは、まずロックを盛り立てダム本体を作り、その上流面に水を通さない土質材料で遮水壁を作ります。遮水壁の上下流にはこれを保護するためのフィルター層を置き、さらにその上流面にロックを盛り立てダムの崩壊を守り、安定したダムを作るものであります。ダムの高さ131メートル、敷幅560メートル、堤長405メートル、総体積800万立米、エジプトの大ピラミッドが3つ入ると言われ、世界でも稀な大きなダムであります。この世紀の大工事も着工から完成までわずか42ヶ月、昭和36年春、雪解けの貯水開始に備えて、35年11月完成を目標に、工事を担当する狭間組の幹部職員と技術援助を担当するアメリカアツキンソン会社の技術者との間に連日会議が開かれ、綿密な工事計画が立てられました。まず
左岸福島谷から断崖を縫って約2キロ、幅15メートルのロック運搬の高速専用道路が開設され、またダムサイト上流右岸約3キロの秋町地区からは、土質材料とフィルター材運搬の専用道路が建設されます。こうして古い歴史と伝統の中に静かな朝夕を迎えていた奥飛騨白川郷には、32年6月着工とともにテント村ができ、やがて働く人々の家々や建設事務所が山や沢を切り開いて建てられ、たくましい建設の足場が築かれてゆきます。幾百年の遺跡をとどめる合掌造りの旧家も今は組み立て工場と変わり、あらゆる種類の巨大な土木機械は遠くアメリカから、あるいは日本の各地から続々輸送され、その組み立て作業が時を移さず行われています。この工事で1日に出動する重機械は約200台、今やモータープールも完備し、燃料用の油タンクもできました。またダムに付帯する建造物に使用するコンクリート総量約40万リューベに必要な砂利、砂のふるい分け設備と下流2カ所のバッチャープラントも完成しました。こうして一切の準備工事が同時に進められ、この奥飛騨の秘境は日に日にその姿を変えてゆきます。工事はまず堅素な地形を切り開いて、道路の建設に視力が注がれています。工事着工後2ヶ月、ダムサイトはその様相を一変し、両岸の掘削が着々進められています。この自然の谷合いに、高さは丸ビルの約4倍、容積は30倍にも相当するダムを築くためには、両岸も川底も固い岩盤に達するまで、約150万リューベ、4トントラックで延べ80万台に相当する膨大な土砂や岩石を削り取らなければなりません。このため800人の作業能率に匹敵するといわれる最新式 D9 ブルドーザー、一度に10トンの岩石をすくい取る 150B 大型パワーショベル、また普通トラック5台分を一度に運搬する22トンダンプトラックなどの重機械が工事の推進力となって、両岸の掘削に昼夜を分かたず活動しています。一方、ダムサイト右岸の川沿いに走る幅15メートルの断層処理には、右岸に約60メートルの縦坑を掘り、これから水平に数本のトンネルを掘削し、グラウトする新しい工法が行われています。
ロックフィルダムは構造上、工事中でも完成後でもダムの上部を水が逸流してはいけません。そのため特に内径10メートルおよび7メートルの大きな断面を持つ長さ約1000メートルの2本の仮排水トンネルが掘り進められております。毎秒約1400トンの水を流すことができるこの2本の仮排水トンネルに小川の流れを切り替え、増水域における非常洪水にも万全を期しながらダム建設の本格的な工事を進めなければなりません。丹那トンネルの断面積の約2倍もある内径10メートルの2号仮排水トンネルは上流側、下流側およびその中間の3方から同時に掘り進められましたが、この地方特有の花崗斑岩と石英斑岩から成り立つ脆くて弱い地質と坑内のおびただしい湧水のために工事は予想外の難工事となりました。したがって工期の確保と安全作業のため工事は慎重の上にも慎重に進められました。仮排水トンネルの掘削はまず調節動向を掘って地質を確かめ、悪い箇所は両側動向を掘り進めてアーチ型に掘り広げ、天井の部分をレールで支えて落盤を防ぎ、さらにロックボルトを打ち込んで岩盤の崩壊を防ぎます。次にコンクリートをアーチ型に巻き、ジャンボを進めて屈伸し、ズリはコンウェイショベルとダンプトラックで郊外に運び出す工法が取られました。こうして仮排水トンネルも工務地の掘削が進むにつれて、高さ10メートル、重量30トンの大型ジャンボを3台の組み立てが次々に始められました。上下流の工具地のコンクリートの巻き立てもアーチ坂巻部のコンクリート作業も終わりました。いよいよ残りの全断面掘削のためジャンボが出動します。17本のドリルが一斉に掘削を開始。深さ6メートルの穴を90平方メートルにわたって90本、約3時間で掘り抜きます。削鋼が終わるとジャンボは交代して火薬が装填され、葉っぱが準備されます。
回の葉っぱで深高6メートル、1000トンの岩石が破砕され、直ちに2台のコンウェイショベルによってダンプトラックに積み込まれ、郊外に排出されます。一方、岩盤の軟弱部には直ちに鋼鉄の枠で山止めが施されます。そして再び前面にレールが敷かれ、ジャンボーが前進します。こうして落盤と湧水の悪条件を克服しながら、従来の5倍の速さで掘削が続けられていきます。2号仮排水トンネル下流の出口では、トンネル内のコンクリート巻き立てをするため、鉄製型枠の組み立て作業が行われています。この型枠はまずジャッキで広げられ、次にコンクリートポンプでコンクリートが打たれ、それが固まると再びジャッキですぼめられ移動します。こうして普通の方法の3倍の速さでトンネルのコンクリート巻き立て作業が進められます。一方、ロックフィルダムの遮水壁に用いる土質材料の調査も各所で行われています。ロックフィルダムの遮水壁になる土質材料は、水の浸透を止める重要な役割を持っているので、採取地域の測量と並行して精密な地質調査のためボーリングが行われ、土質工学上の処世質が研究されています。また福島谷の峡谷では、ダムの主体となる550万立米のロック採取の準備が急がれ、85万立米の不良表土を取り除くため第1回の大葉っぱがかけられます。着工後5ヶ月、奥飛騨盆地に訪れた秋。野山は美しく彩られ、働く人々の目を慰める。やがて湖底に沈む田畑にも稲や稗が豊かに実り、冷えつく杵の音もここかしこから聞こえ、晩秋の日々が静かに過ぎてゆきます。この頃、福島谷のロック採取場では不良表土を剥ぎ取るために第2回目の大葉っぱが準備されています。63トンに上る大量の火薬が人々の肩で運ばれ、坑道内に装填されます。11月26日、いよいよ電気葉っぱの準備が終わり、退避命令のサイレンが鳴り響きます。
河童で一度に20万流で4トントラック14万台分の氷土が一挙に掘り崩されていきます。こうして本体ロック採取の準備は着々進み、福島谷は次第に渦まってロック運搬用の高速道路に変わってゆきます。白山連峰の頂が白雪に輝く11月30日、ダムサイト右岸に設けられた式場では狭間組神戸社長主催となり、電源開発伊藤美幌建設所長および幹部多数列席のもとに、世紀の大工事の無事完成を祈って厳かに桑入れ式が行われました。やがて12月、この奥飛騨盆地にも初雪が訪れました。そして雪は日ごとに降り積もり、工事場は白一色の世界に変わってゆきます。いよいよ工事の進行を妨げる冬将軍との戦いが始まったのです。崩された氷土を利用して工事は今左岸高速道路の建設に主力が注がれています。深い谷間の姿は一変し、ダム建設に必要な550万リューベのロックを運搬する高速道路は着々築かれていきます。一方、工事を急ぐ第2号仮排水トンネルのコンクリート巻き立て工事は、零下10度に及ぶ寒さにもコンクリートが凍らぬよう、特に骨材の砂利、砂にスチームを通して暖房しつつ作業が行われ、上流取水口はコンクリートの打ち込みも終わり、完成に近づいています。一方、ダンプトラックに固く凍りついた土をバックホーがかき落とす厳しい寒さと吹雪をついて、ダム両岸の掘削も休みなく続けられます。またロック採取場ではロック採取の新しい方法として、硬い岩盤に直径10インチ深さ30メートルの穴をわずか3時間で掘り抜く最新式重機械 50R ブラストホールドリルが始動を開始しました。33年3月5日、ロック山第三地区では吹雪をついて80トンの大葉っぱが行われ、一度に30万リューベの不良氷土が剥ぎ取られました。このように激しい吹雪の中でも工事は休みなく続けられています。しかし吹雪はしばしば一夜のうちに交通を途絶させるため、パトロールカーは絶え間なく巡回し、またブルドーザー、グレーダーなどの重機械は
パトロールカーの指令を受けて直ちに出動し、工事用の道路はもちろん、働く人々の食料や工事資材の輸送を確保するため、昼夜を分かたず除雪作業に停止しています。こうして積雪2メートルに及ぶ冬季の4ヶ月、ダム建設は不可能と言われながらも、激しい雪との戦いを通じてようやく迎えた3月も終わり近く、合掌造りの家々では屋根の雪下ろしが始まり、春の訪れを人々に告げています。やがて明るい日が輝き、そして雪が溶け始め、待ちに待った春が来ました。庄川の支流、六米川の橋梁工事も進み、土質材料採取場とダムサイトを結ぶ右岸高速道路も完成に近づきました。突貫に突貫を重ね、予想外の難工事に終始した第2号仮排水トンネルもようやく完成に近づきました。トンネル入り口では長さ20メートル、高さ10メートルのコンクリート壁を爆破するため火薬が装填されています。また下流の出口では水の流れを良くするため土砂の掘削が進められています。2023年4月10日、いよいよ庄川の流れを変えるその日が来ました。午前8時。折からにわかに降り出した雪をついて、トンネル入り口のコンクリートの壁が爆破され、庄川の水はとうとうと仮排水トンネルに流れ込みました。爆破と同時に土砂を満載して待機していた40台のダンプトラックと4台のブルドーザーは直ちに締め切りを開始しました。
雪解けのため増水した両艦90トンの本流。しかしこの流れを刻々埋めていくダンプトラックとブルドーザー、土砂を捨てるダンプトラック、土砂を押し込むブルドーザー、そして刻々流れを細めていく小川の本流。こうして締め切り開始後1時間40分、人々の辛苦はここに報いられ、小川の流れは変わりました。この第一次締め切りによって小川の流れを仮排水トンネルに切り替え、さらに伏流水の流れを防止する第二次締め切りを行って、いよいよダム本体の盛り立て工事が行われるのです。一方、ダムサイト上流約3キロの秋町では、遮水壁に使用する163万リューベの土質材料を採取するため伐採が終わり、抜本作業が行われています。抜本作業が終わると150馬力4台のドラッグスクレーパーによって山腹傾斜面の不良表土を剥ぎ取ります。また土質材料の一部である DD と呼ばれる風化花崗岩を採取するため葉っぱがかけられます。ストックパイルでは今ダンプトラックで運んできた土質材料をブルドーザーが平らにならし、冷気ドーザーで6インチ以上の岩石を取り除き、粒子の細かい粘土と粗い風化花崗岩を設計比率に積み重ねています。これはストックパイルの断面図です。ダムは高さが高く強い水圧が作用するので、従来我が国で施工された小規模のアースダムの粘土新壁の材料とは全く異なり、良質の土質材料が要求されます。それがため風化花崗岩約 90%、粘土質 10% を約10メートルの高さまで交互に積み重ね、トラックに積み込まれるときにショベルで混合されます。ダムサイトでは第一次締め切りの下流100メートルのところに、高さ約25メートルの第二次締め切りの工事が開始されました。
洪水の危険から本工事を守るとともに、やがてロック本体の一部となる二次締め切りの作業は、本工事と同様に川底を岩盤まで掘り下げ、土質材料の密着を良くするため、岩盤の清掃が隅々まで行われます。そして土質材料が運ばれ、岩盤のくぼみに一本足のタンパーや三本足のトリプレックスを使って岩盤にしっかり密着させていきます。タンパーにより岩盤のくぼみが埋められやや平らになると、運ばれた土質材料をブルドーザーで20センチの厚さに広げ、レーキドーザーで6インチ以上の石を取り除き、グレーダーで平らにならし、20トンシープスフートローラー2台を牽引するブルドーザーが12回転圧し、約15センチの厚さに締め固めます。こうしてダム本体盛り立ての試金石となる二次締め切りも次第に完成に近づきます。一方、下流側では幅500メートル、長さ450メートルにわたってダム本体の基礎掘削が二次締め切りと並行して行われています。ダムが築かれる川底は軟弱な岩盤の亀裂から浸透する水を防ぎ、基礎岩盤の体質を補強するためのセメントミルク注入のグラウト作業が厳重に行われます。また水をためた後のダムの漏水調査や管理を続けるため、ダム遮水壁底部にコンクリート造りの監査炉を設けます。そしてダムの基礎岩盤はこのようにグラウトによって完全に補強されています。ここではさらに岩盤の漏水箇所を発見するため色素試験が行われています。そしてまた漏水箇所にセメントミルクが注入されて、基礎岩盤の補強と漏水止めが行われています。また監査炉の工事も急がれ、ダム本体の盛り立て準備工事は着々進められています。一方、550万リューベのロックを運搬する延長2キロ、幅15メートルの左岸高速道路、163万リューベの土質材料を運搬する延長3キロ、幅15メートルの右岸高速道路も完成しました。ダンプトラックのタイヤの摩擦熱を減らし、速度と安全を維持するため、数台の散水車によって散水が行われています。そして着工以来満1年、昭和33年6月15日、ロック採取場では強度除去も終わり、いよいよロック採取のため、一度に160トンの火薬を爆破させる日本最大の大発破が行われます。この大発破によって本体ロックの10分の1に相当する約50万リューベの岩石が一度に崩されます。
越えて6月29日、いよいよ本隊6区の盛り立てが開始されました。トップを満載した22トンダンプトラック、時速40キロ、30秒に1台の能率で運転され、左岸高速道路を疾走します。ロックの盛り立て作業は各層とも4メートルの高さで行われ、投下されたロックには投下と同時にモニターによってロックの量の約3倍の水を5キロの圧力で注水します。これによって石くず、土砂をロックの隙間に洗い落とし、岩と岩の接触と噛み合いを良くし、安定した形で積み上げていきます。こうしてダンプトラック、ブルドーザー、モニターの3重機が緊密な協力作業を行うことによって、ダムの主体となるロックの盛り立てが4メートルのリフトで左岸より右岸に向かって行われていきます。ロックの盛り立てと並行して土質材料の盛り立ても開始されました。163万リューベに及ぶ遮水壁用の土質材料はストックパイルからダムサイトへと右岸高速道路を運ばれていきます。遮水壁の基礎となる岩盤は隅々まで清掃され、くぼみにタンパーやトリプレックスを使って土質材料をしっかり密着させていきます。タンパーにより岩盤のくぼみが平らになると、運ばれた土質材料をブルドーザーで広げ、冷気ドーザーや人力で6インチ以上の石を取り除き、グレーダーで平らにならし、シープスフートローラーで締め固めます。遮水壁では今完成後のダムの安定度を測定するためにピエゾメーターが埋められています。このピエゾメーターは遮水壁内部や断層地帯に発生する間隙圧を測定するため、約50列植えられ、監査炉を経てターミナルウェル内の圧力計に接続されます。岩水質や乾燥度に左右される土質材の盛り立ては雨や雪の日は作業は休止されます。降雪や雨量の多いここ奥飛騨盆地では年間80日という限られたごくわずかな作業日数で、この突貫工事を行うという並々ならぬ苦心と努力が払われながらも、ダムは工程通り次第に盛り立てられていきます。こうして日本のほぼ中央部、人跡まれな奥飛騨の山あいに近代土木技術の粋と大型重機群の威力を結集して日夜進められているロックフィルダム建設工事は、さまざまな障害を克服しつつ、昭和34年秋、全工程の 70% を仕上げ、
やがてこの山あいに現代における最も巨大なピラミッドを築き上げることでありましょう。